今日はね、久しぶりに大阪スカッと晴れました。久しぶりですね。何時ぶりかな、ほんま。めっちゃ晴れましたね。暑かった、ほんと、うん、本日7月20日、僕らの生まれてくるずっとずっと前にはもう、アポロ11号が人類で初めて月面に降り立った日みたいです。すごいロマンですよね、ほんと。皆さんは宇宙に行ってみたい派、それとももう行ってみたくない派、どっちですか？僕はね、結構いろんな、海外も結構50カ国ぐらい行ってきたんで、そろそろもう宇宙にも行きたいかなって思ってます。ただ皆さん宇宙までの距離ってね、知ってます？宇宙と宇宙じゃない境目、はっきりとしたね、定義は、ね、ないみたいですけど、まあ、一般的に言われるのは、地上から100キロメートルからが、地球と宇宙の境目っていうのが国際航空、連盟が言ってるということらしいです。知らんけど案外近いよね。100キロメートル言うたら大阪から名古屋より全然近いし、まあ意外といけんちゃうかなみたいな。あ、そういえばこれ、あれなんですけど、今年ね、防衛大臣の、ね、直轄部隊としてね、宇宙作戦隊が発足されたと。なんやそれっていう話なんですけど、しかもね、今年は他にもアメリカの国防省が、ね、UFO 映像を公開したりとか、なんか、宇宙がすごい身近な感じになってると、最近本当身の回りのことでね、悩みがちなんですけども、本当もうそんな僕の悩みなんかね、宇宙から見たらすごいちっぽけなものなので、ちょっと宇宙に思いを馳せたいなと。